このアブリル・ラビンさんが好きすぎて、まあ、同じようにイチャイチャ手をつないでデートしてる夢とか確かに見たことあります。完全に妄想族図ですね。海外のカナダのトップアーティストと手つないでデート、こんなの夢でしか実現できません。まあ、ちなみにですね、僕夢でぜひデートできるなら一人だけデートしたいなって思う方がいるんですけど、もう今は亡きオードリー・ヘップバーンさんの、ちょうどローマの休日ぐらいのですね、てかむしろローマの休日の世界に入りたいですね。そんな夢を見たい。すっげえ妄想作りですね、僕。はい。まあ、映画も好きなんですけど、やはり幼い頃このローマの休日でおじいちゃんとかが見てた時にすっげえ美人だなって思った印象があって、もう絶対ですね、このオードリー・ヘップバーンさんが一番好きだっていうのは幼い頃から書いてません。いや、あんな美人現れないでしょ。だっておばあちゃんになっても美人なんですよ。いや、なかなか同級生で理解してくれる人少ないんですけど、龍神伊達政也さん、焦らず自然に現実にしていきたいですね。そうですね、これはどのコメントに対してかな、今の夢ですかね。結構僕妄想族なんでそういう夢も見るんですけどね。皆さんはどうでしょう、やはり好きな女の子とデートとかってやっぱり夢に出てきたりするんですか。やっぱりこれは男が通る道なんでしょうかね。割と女性の方は逆にどうなんですかね。やはり好きな人とのデートとか夢に見たりするんでしょうか。どうですか、聞こえないかな。割と男の人はやっぱり妄想族っていうか、すごい憧れが強いんで、多分そういう夢に出てきたりするかもしれませんけど、女の人って結構現実的ですからね、リアリストなんで、あまりそういう夢とか見ないんですかね。どうですか。そうですよね、まあ、デートする夢、羨ましいな。自分も見たいです。お時間、そうですね、32分回っておりますので、一旦ここで曲2曲目を紹介しましょうかね。はい、一旦ここで本日2曲目に参りたいと思います。今日の曲、これは日がもう少し沈んでからですね。はい、じゃあちょっと紹介した曲があるのでこちらの方にしましょう。デビッド・ゲッタっていうすごい新日の DJ さん、もうすごいベテランの DJ さんがいるんですけど、その方の曲で Where ThenGirls at っていう曲があるんですよ。フューチャリングでフローライダーだって、あとニッキー・ミナージも歌ってるっていう、まあ、両方ともラッパーですね。でこの、曲の、リミックスバージョン、ニッキー・ロメロっていう、まあ以前も流したことある、ニッキー・ロメロさんの、リミックスバージョン、リミックスアルバムの方に収録されてるやつですね。この曲を一旦紹介したいと思います。じゃあ聴いてください、リミックスバージョン Where the girls are。 熊本バッテン、虹政屋さん、自分は好きな人のデートとか夢を見るより妄想しながらニタニタする派ですね。最高じゃないですか。まあ、でも分かります、自分も正直ちゃんと恋愛する、まあ恋愛してデートって結構大変だと思うんですよ。好きな人とデートを妄想してニタニタしてる時が一番楽しいと思います。片思いが一番楽しいです、絶対。僕片思いしかしたことないんでね、片思いが一番楽しいと思ってます。この年になると、まあ自分30なんですけど、だからもう
怖いんですよね、なんかちゃんと恋愛をするのが。どうしたらいいんだろう、デートどこに誘ったらいいんだろう、おっさんになってこんなに悩むのはおかしいんですけど。シュプリームさん、 FM ギノワンのドラゴンナイトでも込めしたけど、前菜と本菜は3人で風呂に入る夢は怖かったな。それは怖いですよね、シュプリームさん。3人でお風呂、どんな修羅場ですかそれ。それは怖い。いや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 、しかもお風呂ですよね、みんな裸なんですよね、怖ー。いや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 、夢でよかったってやつですね。夢でよかったな、まあ、夢でよかったですね、やっぱり。うわー怖いわー。はい、夢、皆さんやっぱり夢って言ったら結構、まあでも夢ってなかなか覚えてないんですよね。覚えてる夢って結構特殊ですかね。夢、ちなみに僕はですね、将来の夢がコロコロ変わるタイプだったんで、寝る夢だけ以外にも将来の夢みたいなこともいっぱいあるんですけど、まあある意味今こうやってやってることも夢のようなことですよね。なんかこう人前で喋ったりとか、こうカメラに向かって喋ったりとか、音楽流したりとか、割とこういうことが、まあ、できてるイメージはなかったんですよ。やりたいなっていう思いはやはりありましたけど、まあ、やりたいからってできることではないですよね、うん、まあ、飛び込めばできるかもしれないですけど、でもそんな行動力ってやはり社会人になったらある程度はついてくるのかもしれませんけど、なかなかやっぱり情報を得て行動するっていうのが今の時代求められることだとは思うんで、まあ、そこにこだわってもダメだと思うんですけどね、まあ、思い立ったら今みたいな行動力のある人がやはり成功していくっていうのもあると思うんですけど、将来の夢、ちなみに僕今将来の夢、この FM ギノワンを通して有名になりたいです。ちょっと真顔になってしまいました。FM ギノワンを通して有名になりたいです。来た、まだまだですけどね。はい、リミックスバージョンが間もなく終わりますので、一旦 CM に行きたいと思います。だんだん日が下がってきて暑くなりましたね。うん。CM まだ時間ありますね。夢話、ちなみに将来の夢、自分コロコロ変わるって言ったんですけど、3歳ぐらいの時はパイロットになりたかったです。飛行機大好きで、なんか空飛べるっていいなと思ったんですけど、その1年後ハワイのなんか飛行機事故の再現した映画ドラマみたいなものを見て、もう泣きわめいて嫌だってなりましたね。なんか屋根が外れるやつだったんですけど、
あの飛行機の屋根が外れてバーンっつって人が飛ばされてみたいな、めちゃめちゃ怖いですよね。まあ、そういう感じでなんか何かきっかけがあって何かこうやりたいなって思うんですけど、でもすぐ諦めるタイプですね。怖い怖いよーっつって。今日はギノワンのお知らせないの。あ、シュプリームさんありがとうございます。そうなんですよ、ギノワンのお知らせね、今から行くつもりでしたよ。こうちょうど、はい、では、はい、時刻は、午後5時40分を回っております。この放送は FM ギノワンよりお送りしております。今日はですね、トロピカルビーチのサテライトスタジオよりお送りしておりますが、はい、FM ギノワンのですね、まあ、サザンブリーズという、毎日、このパーソナリティが変わっていく、番組でございます。今日の担当は木曜日、私キャンが、お送りしております。シュプリームさんから、今日はギノワンのお知らせないのってことで、はい、ありがとうございます。そうなんですよ、あの実はですね、僕最後に回すと忘れそうだなと思って、今ちょうどこのですね、お知らせに行こうかな考えてたところでした。シュプリームさん、もうすいません、もうまだまだ新米の僕にこうやって助言をいただいてありがとうございます。そうですね、本日トロピカルビーチの方からもお知らせがありまして、トロピカルビーチ、ジュニアプログラム2017、ライフガードと一緒に楽しく遊びながら海の安全や身を守る知識が学べる1時間半程度のプログラムですということで、こちら参加費の方はですね無料となっております。日時の方が、7月は、次が29日土曜日、8月の方が13日日曜日と、26日土曜日、9月が、10日日曜日と23日土曜日となっております。時間の方が午前が、10時から1時間半程度で、午後の方が14時から、1時間半程度ということで、お問い合わせ先がですね、098-897-2759、繰り返します。098-897-2756となっております。ビーチのお越しの皆さんもぜひビーチのね、正しい遊び方、幼児高校生までは親同伴となっておりますが、参加費は無料ですので、やはり海って結構危険が伴います。やはりハブクラゲとか毒を持っている生物もいっぱいいますし、まあ、誤った遊びをすればですね、まあ、怪我をしたり、怖い思いしてですね、トラウマにもなりかねませんので、楽しく遊ぶためにも、まあ、一度こういったものに参加してですね、やっていくっていうのも重要かなと思っております。はい、次はですね、実は先ほど、ガチ版映画祭りの、新しいフライヤー、ポスターの方も来てたんですけど、ポスターはまた局の方に持っていくということで、フライヤーが新しく届いております。すごいなんかおしゃれでかっこいいフライヤーですね。なんか昔のこう名作ですかね、まあ、映画がいっぱい書かれてるんですけど、あ、これはポスターを再度絵を描き直したりとかしてるんですかね。すごいなんか魅力的です。すごくね、いつもこういう風に、持ってきていただけるんですが、この、ガチ版ボリューム19ということで新しいフライヤーが出てますね。日時の方が8月27日、まあ、各映画で時間が変わるんですけど、一作品のみの場合は前売り1000円、当日1200円、3作品を、通して見る場合には、前売り2400円、2700円、当日が2700円、3作品の方がお得になるような、料金設定になっております。大学生以下各作品とも入場料500円となっておりますので、桜坂劇場の方にぜひ、お問い合わせください。はい、なおですね、はい、以上ですね。
旦、熊本バッテン友人マセヤさんとハワイアン航空の事故でしたよね。はい、そうなんです。さっきあのちょっと、CM の間に僕あの実は、幼い頃パイロットになりたかったってお話をして、そうそうそう、パイロットになるのを諦めたのはこのハワイアン航空の事故の、ドラマ、映画を見て、はあ、怖いよって、はい、やめました。でも今になるとやはりなんか飛行機って自分で運転したいなって思いますね。なんかやはり空飛ぶってすごい素敵じゃないですか。まあいろんな方法あると思うんですけど、まあヘリだったり、まあこの特にですねハワイアン航空の映像は確かに怖かったんですけど、やっぱり人間って空に憧れを持ちますし、まあ言うなれば僕宇宙が好きなんで、まあ、宇宙に行きたいなっていうのも夢ではありますよね。はい、ちなみになんですけど、まあ、飛行機の運転したいな、今一番現実的に可能な方法ってやっぱりバーチャルリアリティかなって思うんですけど、皆さんプレイステーション VR っていうゲーム機は遊んだことありますか？あれ一回と本当にリアリティがすごいですよね。この右目と左目違う映像を使うんで、すべての映像が立体に見えるっていう、まだ解像度はそこまで良くないんですけど、いや、バイオハザードはそのすごいリアリティがあったなと思って。で、実はこのゲームの中で今度はエースコンバットっていう、昔から続く、飛行機、戦闘機を操縦するゲームの、最新作が出るんですよね。ああいうのはやっぱりコックピットに乗って、で操縦してるみたいなリアリティっていうのが、まあヘッドマウントディスプレイつけて味わえるってなると、もうそれこそ飛行機に乗ってるようなもんですよね。すごい楽しみだな。まあ僕はプレステ4も持ってないんですけど、いとこがね持ってるんで、ちょっと買い得しようかな、買い得しようかな。はい、まあ、なかなかですね、この映像がやはり綺麗な分、ぜひ、エースコンバットを遊んでみたいな、まあ、これもある意味夢ですよね。結構全部揃えて何十万してる、プレイステーション7万ぐらいしますかね、このプレステポート VR 揃えて、なおかつソフトとか、ね、10万ちょっとしますよね。まあ、でも他のね、パソコンで遊ぶ VR に比べれば全然安いんですけど、かといってね、僕は先に揃えたい機材もいっぱいあるので、そうそうそう、 DJ の機材とかですね、まあ、倒産してる会社のやつとか買いたいものがいっぱいあるので、優先順位があるんですけど、そうですよ、今日のテーマ夢でした。夢、そうでした。もう一つ夢が、今は僕の抱えている夢があります。実は僕の、まあ、趣味で始めた DJ なんですけど、ちゃんとした機材を揃えて勉強して、パフォーマンス DJ みたいなことをしたいとか、あと一つ、曲を作りたい。これが夢ですね。なかなかまだまだ実現してないんですけど、曲作りまでできるような DJ になりたいなっていうのが今の僕の目標であり夢であります。シュプリングさんから、飛行機もそうだけど F1 なんかでもシミュレーターがすごく進化したみたいだね。昔はレーサーになりたいなって夢見たけど、そうですよね。実はですね、このプレイステーション VR にグランツーリスモっていう車のレーシングゲームのシリーズ、昔から続いてるシリーズの VR 版も出るんですよ、シュプリームさん。はい、こんなので遊ぶの絶対楽しいですよ。家から出られなくなりますよね。プレイステーション VR とかね、家庭で遊ぶ VR もすごい楽しいんですけど、実は東京の方なんて、なんかそういう VR のなんかゲームセンターじゃないですけど、なんかそういうステーションみたいなのっていろいろできてるって実は聞いているんですが、そういったところには行かれてますかね。結構なんかすごいって聞くんですけど、
まあ、僕は今そこに行きたいなと、なんか遊びに行ってみたいなって思うんですけどね。どうでしょう。夢、そうですよ、今日のテーマ夢ですよ皆さん。そうそうそう、まだ時間がもう49分迫ってますね。あと6分ぐらいしかないのか。先、そう、なんでこのテーマにしたかって言って怖い夢見たっつって、いや後回しにしましょうっつって、それ話さないのも終わっちゃうところでしょ。実はですね、僕は今週怖い夢見まして、で皆さん怖い夢って言ったら大体幽霊が出たとか、現実的に奥さんに怒られたとか、親に怒られたとか、修羅場だったとかっていうのが怖い夢だと思うんですけど、僕にとっての怖い夢、幼い頃からずっと変わらないんですけど、宇宙人が襲ってくる夢です宇宙人が、現実的でも何でもない、絶対夢だって普通分かりそうなものなんですけどね。でもこれがですね、いつもリアリティがあって、なぜかこう廃墟にいたりとか、宇宙人から隠れてたりとか、時には戦闘機のパイロットで一緒に UFO と戦ってたりとか、いろんな夢見るんですけど、怖い怖い、もう目の前でね、SF 映画さながらの映像がどんどん進んでいくんですよ。で、なんで怖いかっていうと、イメージ、トム・クルーズさんが主演していた宇宙戦争って映画ありましたよね。昔の映画をこうリメイクした、あの映画のイメージしていただくと、どんな恐怖感か多分わかると思います。見たことない方はぜひ見てみてください。怖いですよ。ブーンっつって、なんかね、UFO じゃないんですけど、あれはなんか直立で動く物体が出てきて、何の兵器も効かない、バリアがついている、そこから触手が出てきて、どんどん人を吸い込んでいくみたいな、まあ、そんなイメージですよね。要は見つかったら吸い込まれてどっか連れてかれるみたいな。いやー怖いですよ僕にとってはこれが一番怖いです。はい、皆さんなんか怖い夢、自分だけは怖い夢ってあるんですかね。どうでしょう。以上、僕の今回夢というテーマを決めたきっかけでした。そうですね、他にもまあいろいろ不思議な夢って言えば、夢を見るときなんですけど、まあ、ぐっすり眠ってるとその間の時間は分かんないんですが、朝目覚めたときにも夢見てたらですね、自分また寝すると、まあ、5分10分とかの、スムースをかけてもう一回寝るんですけど、割と内容の濃い夢が見れるんですよ。その夢の続きが、時間感覚にして10分寝てるだけなのに30分ぐらいの夢見てるんじゃないかなっていう。これをね、ちょっとネットで調べたら、いまいちこれもあまり解明されてないってことらしいんですけど、なんでこの時間感覚が伸びるのか、やはりまだまだ研究が進んでないようでして、僕的な解釈としては、よくスポーツ選手のゾーンってありますよね。ゆっくりこのなんか事故を起こした時とか、ボールを捉える時とか、スローモーションに見えて周りの音が一切聞こえなくなって、そのゾーンに入ったプロの選手はすごいパフォーマンスができるんだと。まあでもそんな感覚に近いのかな。なぜそういうふうに思うかっていうと、僕は実はゾーンを経験したことがありまして、陸上競技をやってた時に、こうスタートもう地区陸上競技大会、中学生の大会とかがある時には何万人、まあ、2万人ぐらいの観衆の中でレースするわけですね。そういうすっごい学生にとっては緊張しますよね。でその緊張を逆にアドレナリンがドバドバ出たんでしょうね。スタートに立った瞬間にもうなんかもうこのスッて静寂に入る瞬間、何の音も聞こえなくなって、このピストルの鳴る音とか、その瞬間スタート出た瞬間とか、こう周りに出る人たちとかっていうのが全部ゆっくり見えるんです。これは不
不思議でしたね。まさにゾーンってこういうことなんだと、まあ、あの感覚に近いのかなっていうのが僕なりの解釈ではあります。はい、まあ、まだまだこの夢ってやはり不思議なものがいっぱい残ってるようなので、はい、またいつかねこう回を重ねていって面白い話が出てきたらまた同じテーマにしても面白いのかなと思いますので、皆さんぜひねこれからもよろしくお願いいたします。はい、では間もなくもうエンディングですね。もう1分しかないですね。はい、そろそろもうエンディングのお時間となってしまいました。サザンブリーズまたねこの日替わりで毎日パーソナリティさん変わってもお届けしておりますので、明日もまた聞いていただいて、まあ、この毎日ですね違いを楽しんでいただければと思います。でこの後の時間もですね面白い番組続きますので皆さんどうかよろしくお願いいたします。はい、この放送、この放送はですね、FM 宜野湾より放送しております。皆さんぜひビーチの皆さんもね、また機会がありましたらこのリスンラジオとか、ツイキャスをダウンロードして、この放送聞きながら、ビーチでの遊びも楽しんでもらいたいと思います。はい、以上今日は木曜日担当キャンがお送りいたしました。では皆さんさようなら。ツイキャスをお聞きの皆様ありがとうございます。シュプリームさんもキャンさんお疲れ様でした、ありがとうございます。メイギさんも皆さんフォローありがとうございますと。そうですよね、シュプリームさんがフォローしてくれてます、ありがとうございます。というわけで、ツイキャスの方も終了してまいります。皆さんいつも、ご視聴いただきありがとうございます。僕もこれから頑張っていきますので、また来週もよろしくお願いいたします。では、さようなら。